ください。何がいいかな、嫁でいいかな、とりあえず。シェアもしちゃっていいですか。チラ、あ、シェアですね。シェアもお願いします。シェア、シェア、シェア、すごくいい感じにしてくれてね、嬉しいですよ。そう、なんか色合いをそのまんまだったら、ちょっとね、暗めな感じに映ってしまうので、さすが北海道というフィルターを入れました。本当に？そう、北海道ってのがあるの？北海道っていうフィルターがあって、それすごい。岡山ないかな？岡山ないか。岡山ないですかね。ないかな。岡山だったらちょっとピンクフィルターそうだね。桃のね。ね、桃の色で。自然の緑って感じもするな。あ、でもピンクがなんかフィルターには最適なのかな。ね、緑のさフィルターちょっとやばそうじゃない？でもなんかありそう。ありそうだね。こんばんは。こんばんは。やっほーい。嬉しい。じゃあ今日は。あ、なんかコメントとかもいっぱいありがとうございます。ね、本当にありがとうございます。あ、ギフトも、あ、なんかあのさっき、うん、なんだっけ、流れ星が流れてきた、うん、さっき、うん、ういシャーンって、アップルボーイさんかな、多分。ありがとう、ありがとうございます。岡山はないでしょって言われた。なんでだよ。あるかもしれないでしょ。今もシェアをしますね。ショールームのホーム感半端ない。そう、さっきのね、A ライブをね、あのやらせてもらったんだけど、そう、ショールームの安心感がすごいです。で, す。でも、A ライブも多分これから普及していくと思うから、まだ登録してない人はぜひ。お、すごい。嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日は30分ぐらい配信する予定になってます、はい、何のお話をしたいですか、今日は。今日はですね、三原美桜バースデーライブ直前、美桜メイン配信ということでですね、はい、メイちゃん、そして私のですね、小さい頃のお話とか、ね、それ、そしてなんか今に、なんていうんだろう、至るお話をしたいなって思ってます。イエーイ、やったー。そう、あの私の生誕祭のテーマがみんな16歳ということで、そういうね、オッケー、じゃあ16歳までのお話をしよう。え、でもなんか小さい頃の何歳の時どうだったって言われたら、みゆなんか答えれないかもしれない。覚えてない。うん、あー、そうだよね。覚えてない。小さい頃、小さい頃じゃなくてもいいよ、こんな子だったっていうのは分かる。あー、うん、そういう話、あ、そういう話がさ、みんなも聞きたいんじゃない。え、めいちゃんの小さい頃、え、でも変わんなそう。あのね、これがね、あんまり変わんないんだよね。うん、全然変わんない。なんか、ちっちゃい時、幼稚園の時にね、なんか、本当に私、人見知りっていうか、人が苦手なの。で、なんか今は全然そんなことないんだけど、幼稚園の時にね、ママがね、本当に好きだって。で、まあ、今でも好きなんだけど、幼稚園の時に、あのママがさ、バイバイしなきゃいけないじゃん。そうだね、そう、送り迎えしてくれた後にってことですよね。そう、幼稚園に送ってくれて、でそれでママがね、なんかバイバイする時があるんだけど、なんかその時に全然ね、もう年長さん、その日、うん、年長さんで普通に何気ない日なんだけど、なんかママがすごいなんか悲しくなっちゃって、でうわーって泣いたの、その時にね。で、先生になんでめいちゃん泣いてるのって言われて、なんかわかんないけど強がっちゃって、なんか涙が出て泣きたくなっちゃったって
もうね、普段もね、ママの後ろに隠れるような感じの子だった、私は。幼稚園の時ね、それは。うん、え、でも、お母さんと離れて泣くっていうのが、めっちゃ一緒な記憶。うん、あー、みおちゃんも？そう、あの、幼稚園をちょっと私、変わってですね、その時に、転園ってこと？転園っていうのかな？わかんない、転校的なやつね。そう、それで悲しくなっちゃって。え、でも私も、そう。私もね、転園者だよ。転園者。うん。だから、私ね、その時ね、確か大阪に住んでたのよ。そう。で、大阪から、その岡山に引っ越してきたの。で、なんか悲しかって、その最後にね、なんかね、歌を送ってもらったの、みんなから。なんか何の曲か忘れちゃったんだけど、それですごい泣いた。かわいい。シークレットベースではないことは確か。幼稚園だから。確かに。ちょっとだけ難しいかもしれない。そうね。かわいい。ちっちゃい頃のめいちゃんもかわいいですね。ねえ。なんかねえとか言って自分のこと。変わらないんだな。なんかこの前のその、リレー配信があった時に。その話はすんな、あんた。あんたその話するわ。正直な、なんか、あの気持ちをお話ししたら涙が出てきちゃうっていうのを、めいちゃんが配信の中で、そう、個人配信でお話をしてたんですけど、別にさ、なんかいつも正直なんだけど、なんか心の底から思ってることみたいな、もうめちゃめちゃ思ってることを言ったらね、涙がね、なんかね、勝手に出てくるのよ、止められなくて。かわいい。そう、なんかそういうところが変わってないんだね。幼稚園の時から変わってないんだね、きっと。かわいい、本当に。みゆちゃんさ、小学生の時とかどんなんだったの？めっちゃスポーツなんか女子とかだったの？めっちゃおとなしい系？ちっちゃい頃めっちゃおとなしかった。すっごいおとなしくて、なんかね、一緒だね。あんまり話さないかも。話さない子だったかも。なんかもちろんお母さんも大好きだし、家族全員大好きだけど、喋らないみたいな。喋りはするけど、動作がめっちゃ静かみたいな。ああ、足音立てない。なんかそういう風にさ、お母さんに教えてもらったの？なんか立てないでということとかでもなかったのに、普通に。そうなんだ。でもお母さんのさ、育てられ方とかも結構ある気がする。私ね、なんかね、ちっちゃい時、そのそれこそ小学生ぐらいの時に、あの臭いっていう言葉とか、なんかまずいとか、なんかその否定的な言葉が言えなくって、だからそれを例えば臭いって言葉だったら、なんかなんだろう、何か変な匂いがするみたいなとか、なんかまずいだったら、なんか美味しくはないかもみたいな、独特な味がする、そうそうそうっていう言葉に言い換えて言ってた。今もそんな言うことはないけど、素敵だ。そう、なんかね、なんか汚い言葉を使うのが、なんかママもなんだよね。ママもなんか今は言うのかもしれないけど、そのちっちゃい時に多分その汚い言葉を子供に教えたくなかったのかわかんないけど、なんかそういうのなんか、なんだろう、ダメって思ってた、言うの。そう、なんか汚い言葉だった。そういうの素敵だと思う。めいちゃんのそういうところ素敵。ありがとうございます。だからなんか汚い言葉っていうかを、めいちゃんから全然聞いたことがない。そうだね、言うことがあんまりないかもしれない。あんまりっていうかないよ。ないないね。ないよ。うん、否定入ります。なんかさ、めいちゃん、そういうお母さんに教えられたこととかないの？なんだろう、今日みおちゃんの回だから。そっか。みおちゃんの回だから、なんかちょっと結構聞きたいなと思って。あれかも。結構これはお父さんなんですけど、なんか食事の仕方とか教えられた。あ、めっちゃいいじゃん。それめっちゃ大事。うん、なんかあの右手でこう箸を持ってるとするじゃないですか。そしたら左手でちゃんとお椀を支えるみたいなこととか、なんかそういうなんか小さなことだけど、やっぱりちっちゃい頃ってあんまりそういうのがよく分かってないから。そうだね。そう、なんか例えば、そう、なんかそういうこととか。もともと左利きだったとかではなくて、普通にとかじゃない。なんかでもさ、左利きの人もさ、右手に揃えられるとかも言うよね。
そうなんだ、ね、あでもなんか同学年にいた気がする、ね、そう、もともといる聞きだけどみたいなね、人もいるよね。でもなんか両聞きっていうのも聞いたり、うん、素敵ですよね、どちらも、うん、どちらもね、サウスポーもかっこいいしね。今日あんまコメント読んでなかったね。ね素直なところわからないですね。あーだと思う、ね、そう多分ね、めいちゃん本当にもうみおちゃんもだと思うけど、なんか親がすごいいい人って感じがする。あなんかみおちゃんから伝わってくる。みおちゃんの、いや私みおちゃんからすごいそれを感じるのよ本当に。嬉しい。なんかお母さんがこう言ってましたみたいなこととかもなんか言ってたりする時あるから、なんかお母さんの育て方ってか親の育て方、お父さんもお母さんもすごいいい人なんだろうなって思う。ね、ここまで育ててくださいました。小さい頃は私おとなしかったって言ったんですけど、小学校、それこそ小学校に上がってから、幼稚園の年長さんらへんかな、らへんからめっちゃお話しようになりました。おー、なんでだろう、なんでだろう、普通になんかそう、でも足音とかは変わらなく、なんかちょっと静かなんですけど、そう、なんかめっちゃ足音は静かだけど、めっちゃ喋るようになったの。めっちゃ喋るようになってで、変顔とかするようになりました。あ、ちょっとお茶目になったんだ。そうなのかな、うん、お茶目になったけど、でもなんか仕草とかはちゃんとこう静かめなんだ。ちゃんとしてました。なんか所作が綺麗なのはめっちゃいいよね。あ、嬉しい。私もそれになりたかった。え、綺麗よ。そんなことないよ。綺麗よとか言って。全然よ。本当に綺麗。確かにみおちゃんは物音とかそんなめっちゃ立てはしないね。なんか、物を落としちゃうとかならあるんだけど、全然そういうのはあるけど、なんかわざと、なんか、かきたてようみたいなのはない。かきたてようなんて人いないでしょ、あんまり。かきたてようみたいなのはない。マーレのメンバーは結構みんなそういう綺麗な所作の人多いかもね。あんま分かると立てる人いないかもしれない。全然いない。ね、ないない。まあ、C っていうのは、頼みおもちゃが面白いことするぐらいかな。面白い。動きとかが面白かったりとかするぐらいかな。決めポーズとかも面白いからね。ねえ。そう。待って、おほほほって笑いそう。それはないな。お嬢様すぎるな。でも、でもさ、お茶目だからね。あの、笑い方とか、ははははって感じだね。でもほほほとか笑ってたらかわいいね。ほほほにするかこれから。あとみやちっちゃい頃、絵を逆さまに描いてた。えってこと、絵を こっち左右なんて言うんだろう、こう輪郭をこう描くじゃないですか、それをなんか目から描いてた。紙にこう反映させたら、なんて言うんだろう、鏡ってこと。そう、こう反映させたらこっちが頭になるから、ミオはずっと紙に書いてると、こ、なんて言うんだろう、逆に書いてた、本当に。へー、逆に書いてました。左右、あ、違う、上下、逆に書いてた。へー、でも今はできないです。なんでそういうのやってたの。すごい、なんかやっぱちっちゃい時にある才能とかもあるよね、きっと。なんかね、私ね、ちょっと書いていい？よくね、いいですよ。ちっちゃい時にね、やってたね。書いてやってたのがあってね、いや、めっちゃしょうもないんだけど、気になる。なんかね、体をさ、こうやってさ、書くじゃん。ちょっと待ってね。今ちょっと、ね、見えてないんだけど。胴体から腕の部分を書いてくれましたね。これが、通常なんだけど。あ、大丈夫。なんかこうやって書いてたの、なんかここなんかなんかね、絵をさ、描くときにね、普通の服とかってこう描くじゃないですか。それがね、なぜかね、この上下に描いてたっていう。これを、これめいちゃんあるあるだったんだよね。躍動感がね、この方が躍動感って絵に大切なんですよ。めいちゃんのちっちゃい時の絵、これ全部なんかさ、これ、こうだった、ずっとピースかけなかった。あ、わかる。ピース
ちょっと私も書いてもいいですか。めいちゃんコメント読んどくから。なんかさ、ちっちゃい頃にさ、そう左にもう分からんくてさ、ね、難しいよね、ピースこんなんなってたんだよで、なんか腕が棒やばいよ、腕が棒ねえ、怖い。え、怖いかな。うん、大丈夫だよ、映して面白い、これ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 、やばい。なんかこう、チョキチョキ、これチョキチョキ、これチョキなんですけど、面白い。え、でもさ、手足めっちゃ細く描いちゃうあるあるじゃん。あー、あるあるだわ、めっちゃ細く描いてた。あ、全然全然ちょっと面白いね、これ。ちっちゃい時の、ちっちゃい時の絵って本当に不思議だよね。ねえ怖っ怖いね、本当に。そう、躍動感ね。ね、躍動感がすごい、ね、躍動感。岡山のイラストスタイル、いや、それは分かんない、めいちゃんだけかもしれないここで岡山を落としてはいけないここでここで岡山を落としてはいけない、ね、今度岡山に行きたいってめい、ねうん、ちゃんに話したんですよ、うん、したらね、一緒に行こうねって言ってくれたし、そう、絶対行こうね、本当に。桃食べたくてさ、うんうんうん、桃をね、丸ごと使ったパフェがあるからめちゃくちゃ美味しいから行こうね、絶対ね、凱旋しよう。そう、なんかこういうね、ご自身とかもね、うん、落ち着いたらね、うん、行きたいですね。行きたいね、本当に。行きたいな。行かせてください。ミッキーの手かなって、面白い。ミッキーの手だ。ミッキーの手みたいな。ミッキーだったら見えることか。そっかそっか。え、このさ、ミッキーの手はどのくらいの時とか、何歳ぐらいの時？ミッキーの手、ほんとちっちゃい時。幼稚園の年長も行かないくらい。あ、小学校ぐらいには描けるようになった？小学校の頃は手をもう描くのをやめてた、うん、あ、もうもはや描かない。なんて言うんだろう、隠してる子。あ、もうめっちゃ描いてた後ろで。そう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 。いや、それはちょっと頭がちょっと良くなったね、小学生になって。学んだのかもしれない描かなくて良くなったっていう。で、小学校5年生の時に、うん、なんか手をバランスよく描きたいのにこだわりすぎてしまって、うん、もう描けなくなってしまった時期があって、うん、その時はもうこだわりすぎて、ダボダボパーカーの女の子を描いてえ、すごい。そう、こう描いてた、ずっとダボダボパーカーの女の子。ダボダボのパーカーで、もう十四松くんの感じですか。わかんないでも、でもそのおそ松くんはわかる。そうそう、うん、それでなんかパーカーのなんかダランってなってるキャラクターの子がいるんですけど、うん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 、そのこうみたいなパーカーの描き方をしてた。へえ。描けなくて。じゃあダボダボパーカーね、ファンの人はいつか描いてあげなよ。ダボダボパーカー。今なら描ける？今なら描ける。小学生の時から進化してるかもしれない。まあ小学生の時わかんないけど。それをさ描き続けてたの？描き続けてました。すごいね。なんでこんなに描いてるんだろう。今もさ、この画力さ、めっちゃ健在してるの、すごい。ねえ。昔からみおちゃん賢いんだね。だって確かに賢そう。賢くないよ。今も結構現役メンバーのさ、現役メンバーなんていうの、学生、現役学生がさ、みおちゃんしかさいないからさ、なんか一番現役でやってるよね、勉強とか。2が決まったら岡山も入れよう。え、絶対入れてほしい。広島も行きたい。なんかさ、行きたい。岡山って行くってなったら広島も入りそうな気がする。私広島もよく行ってたからさ、なんかおすすめのとことか教えますよ。うん、小学校の頃手描くの苦手で隠してた。同じだ。え、あ、すごい。え、やば、うまっ。じゃじゃーん、こういう風に隠してた。え、上手すぎるすっごい。あ、顔はこうじゃないんだけど、うんうん、顔じわるね、結構。ねえねえ、このさ、隣に繋がってるさ、ピースやだー、描いてました。上手だね、すごひたすら隠して。これを小学生の時めちゃめちゃ描いてたらしいすごい、全然描けなくなって。でも絵は描いてとかも結構絵描いてた系の。あ、そうそうそう。じゃあさ、私はさ、どっちかって言ってさ、外で長々とかしてたの。小学校6年生の時、ほんとめいちゃんと一緒に行った。あ、そうなんだ。外に行きたい。あ、なんかさ、やっぱさ、小6ぐらいになってくると落ち着いてくる。そう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 、ね、なんか分かる分かる。ちょっと大人の精神、縄跳びがあったんですね。
長縄が大縄なかったな。大縄があってそれ中学の時もやってたかな。へえ。中学の時はね、なんかねテラスみたいなとこがあって、なんか砂じゃなかったんだけど、砂じゃなくてなんていうのコンクリートみたいなところで、教室の目の前にそれがあったから、それでめっちゃやってた。へえ。暇があったら長縄して。肩やってた。ねね肩き肩きって。なんか肩きって3歩進んで。なんかそれゆずなが言ってたな。投げるやつ。わかんない。そのやつがねすごく好きで。え投げたらどうなの？投げて、何だったかな、投げてその人当たったらなんかもうその人アウトみたいな。3歩で？そう、3歩しか歩けない。うーん、歩数制限があるから。え、じゃあさ、その投げたボールどこに行くの？近くの人が拾ってそっから3歩。そう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 。初めて聞いたなそんな遊び。え、その遊びもどっちもしてたってこと？なんか本も読むし、どっちもみたいな。あ、結構どっちもかも。でも6年生になった時にも結構外だったな。あ、そう、5年生の時は本当に落ち着いた。そう、読書、絵描く。え、なんかでもめっちゃ似てるかも。私も5年生とかの時めっちゃ読書してた。絵は下手だからあんまやってなかったけど、でも自分の自由帳とかになんか書いてた気がする。いいね。なんかね、なんていうの、マス目を描いて。マネマツゲーム？違う、その中にパーツとかを描くの、目の、あ、どれ当たるかみたいな。そう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 。で、これで、マンマンみたいなんで組み合わせて。やった5年生の時にやった。懐かしいめっちゃやってた、友達とそれ。そう、友達とやってた。ねー、すごい楽しかった。楽しかった、あれ楽しいよね。ストップって言って、あ、そう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 。で、口と目と鼻とみたいな、輪郭とみたいな組み合わせるやつ。したら面白いの出来上がるんだよね、結構。なんか画力がすごく高い人のやつは全部いいんだよ。あ、私画力弱かったから、めちゃなんか不細工なさやつが出来上がっちゃってた。懐かしいな。すごい懐かしい話をしてる、結構。あれはなんか中学に上がってからは何してた？中学に上がってから何やってたんだろう。なんかどういう子だった？おとなしいとか、なんか国語が好きとか。めいちゃんちなみに国語が得意です。私は体育だ。体育と美術、あ、まあ確かに。え、でもね、でも大体そうだ。私も音楽が一番得意だったもん。音楽楽しい。音楽がね、一番98点とか取ってた気がする。あ、すごーい。音楽のテストは取れてたんだよ。でも5教科じゃないっていう。いけなかった音楽。あ、そうなんだ。でもね、多分運動神経良かったらさ、リズム感とかあるからあんま関係ない。ダンスとかだとね、音楽できなくて。知識とかな。楽しかった、体育の。あー、わかる。ダンスあったね。創作ダンス、うん、自分たちで全部考えてみたいな。私それね、小学校6年生の時にね、AKB のうざ踊ったの。あ、これだ。そう、うざ、うざ、うざってやつ。すごね、ハードル。自分たちで作ったの、創作ダンス。自分たちで全部作って。私がその上京するから、なんかみんなその時期卒業だから、私ちょっとあれだなと思って、お金返しなくていいですっていうことを先生に伝えたんですよ。言ったんだ。そう、そしたらその先生がサプライズで帰りの会でやってくれて、なんかその会というか、もう帰りの会の時間を。感動するね。曲もかけてくれて、めっちゃ悲しくなっちゃった。何の曲かけてるの？愛を込めて花束を。うわー、そう、多分花束飛んでくるよ今から。もらったんですよ。そうなんだ。あーってなっちゃって、泣いた？泣いた。泣いたね。泣くよね。それがなんかシークレットベース。重なったな。ね、この前木曜公演でね、歌ったシークレットベース。もうね、レッスンの時から泣いてたの、みおちゃん。レッスンの時になんか隣で一回中断させちゃった。
たの。なんか隣でなんか声感情を込めてこう歌って、その時を思い出して泣いちゃったんだって。ごめんなさいって。でも素晴らしいことすぎる。先生も褒めてたじゃんね。よかった。なんかそのきれいな心をすごく持っているみおちゃんです。16歳になってもね、きれいな心。みおちゃんも本当にそうです。いやいやいや、言っていたら花束をありがとうございます。ね、花束いっぱいくれてありがとうございます。そこのギフトがね、関わることが、ね、あります。あるんですよ。でんでんでん。みおちゃんお願いできますか。はい、わかりました。ではいきます。この私たちロードトゥーティフ2021というものに、ジュエルマーレ参加します。じゃじゃん、じゃじゃん。ラストチャンスって書いてあるんですけど、はい、この今やってるショールームの配信ルーム で、うん、配信ルームで、9月の10日から18時から16日の19時59分まで、そう、私たち東京アイドルフェスティバルっていうものに出演できるラストチャンスがこのイベントになってます。ジュエルマーレとしてエントリーしてますので、皆さんぜひ東京アイドルフェスティバルに私たち絶対に絶対に出場したいので、ぜひよろしくお願いします。ちなみに1位から6位までの人たちが出れるみたいなので、絶対に出たいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、できれば1位でね、出れたら嬉しいよね。その中でも1位を、サマーレはね、目指してるね。ぜひぜひ皆さん応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、急に告知みたいな感じになっただったね、今告知までの振り方が素晴らしい。はい、みんなで、ね、そう、どうかよろしくお願いします。頑張っていきましょう、ね、ということで今日告知、また別の話なんですけど、うんうん、今日ちょっと告知してた、今日みおちゃんからある発表をしたいと思います、はい、どうぞみおちゃん。まずですね、9月の12日、東京キネマクラブにね、三原美桜バースデーライブが開催されます。イエーイ。でそちらの、ね、会場が12時、開演が12時半となってるんですけれども、ゲストがアークジュエル代表の桂田誠出演してくれます。すごいです。今日のそのお知らせというのが、うん、じゃあペンライトの色、うん、ペンライトの色だって。ペンライトの色をみんなちょっと発表したいと思います。うわー、何色だ、みんな。じゃあ発表しちゃいますか、はい、みおちゃん。発表したいと思います。じゃん、青春のスクショ、スクショしてもらえな。え、めいちゃんも写る。めいちゃんも写っちゃう。はい、青春の青春の青色です。はい、なので当日は青色でいっぱいにしてください。ちょうど青色のペンがあった。そう、なかった。そう、よろしくお願いします。9月12日です。そう、9月、見てお待ちしていますので、はい、どうぞよろしくお願いします。ライト振って、あ、ね、待ってます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それでは皆さん、今日のクリスタル、きらめくクリスタル配信ありがとうございました。